This is the Tokyo that most people are used to seeing. Crowds of busy people, never-ending movement, and a sea of tall buildings. But that's only one of Tokyo's many faces. If you head out a couple hours to the western border of the Tokyo metropolis, you'll arrive in somewhere very different. This is the town of Okudama, population right around 5,000. For a fraction of what it would cost to rent a studio apartment in central Tokyo, in Okudama, you can get a big house with plenty of land. And you can do a lot of things on that land, like grow vegetables, or maybe raise some emu. That's what drew Hiroshi Kato to Okudama from his hometown of Nagoya in Aichi Prefecture. I got the chance to interview Mr. Kato remotely and ask him about how it was that he became an emu rancher in Tokyo. そういう取り組みをされてて、うまくいってるっていうのを聞きまして、あ、これじゃあ奥多摩でもできるなと思って真似させてもらったような形ですね。ただ、まあ、僕一人で始めてもよかったんですけど、それだけじゃあんまり面白くないなと思って、こう、まあ、そういう奥多摩で新しいことやるよっていう、エミュー買うんだよっていうことをみんなに知ってもらいたいなと思って、クラウドファンディングで、そのエミューを買う資金っていうのをですね、エミュー牧場を建てる資金っていうのを、集めまして、まあ、いろんな方に知ってもらって、始めたっていうことですね。じゃあ、最初はなエミュー何頭？あ、4羽ですね。はい。今は？あ、今も4ですね。これからどんどん増やしていくっていうところです。今、飼育している4羽っていうのは、増やしていく用の4羽でして、その、まあ、子供たちを育てて、食肉にしていくというところですね。大変なこととか、そこはどうですか？大変なことですか。結構食欲が旺盛なので、餌をいっぱいあげなきゃいけないっていうのは大変なところだなと思いました。ただ、まあ、鶏と違って、鳴かない、その、コケコッコって鳴かないので、そこは全然、あんま手間を感じないですね。一日、4羽で5キロぐらいの餌を食べます。で、トウモロコシとか麦とか穀物っていうものを食べますね。Aside from raising emu, Mr. Kato also hunts. This is part of a larger effort in Japan that is intended to help keep the population of animals such as deer under control. まあ、だいたい朝ですね、有害鳥獣駆除っていうのに出かけまして、銃を持って山に入って、狩猟、まあ、鹿、イノシシをですね、駆除していくっていうことをやりまして、で、餌をあげて、で、また自分の仕事をするっていう形ですね。まあ、僕は動画編集ですとか、インターネットでそういった、まあ、副業的にビジネスもやっているので、そういった時間の使い方をしてますね。そうですね、全くなかったですね。そこは どうですか？やっぱしなりもう慣れました？もう慣れましたね、いい加減、はい、はい。これが鹿の歩いた道です。 Mr. Kato happened to come across some deer tracks right by where we were doing our interview. ひずめがここに来てます。 Despite being a city boy from Nagoya,It seems like Mr. Kato has become an experienced outdoorsman. ここがあれがミネラニ橋。赤いのがあれがミネラニ橋。ミネラニブリッジ。でここがなんて言ったんだろうな。まあミネラニっていう場所ですね。ここがまあ結構景色が好きで、たまに見に来るんですけど、
まあ、今は新緑の季節で緑がいっぱい で秋になると紅葉が広がってで冬になると雪が積もってもうあの他が真っ白なんだけど湖が青く光って赤い橋が浮き出てくるっていうすごい素晴らしい場所になります。そうですね、まあ、2年後ぐらいですねをめどにあの一般に販売はしていこうと思っています。今年の冬に卵が生まれる予定なんです。でそれが孵化して1年半ぐらい経つ と、お肉として出荷できるのでその2年ぐらいかなと思います。そうですね、すごく、牛肉の赤身に似たお肉なので脂肪分が少なくてすごく味わいがあるお肉ですね。で、まあ、ステーキが一番おすすめなんですけど、熱を通しすぎると硬くなってしまうので低温調理っていう仕方が、おすすめです。低温で、お肉の中心まで熱をかけてちゃんと殺菌した上で表面を軽く焼いてで食べるっていうのがおすすめです。何か、はい、まあ、こういう動画見てる人たちに、メッセージとか、はい、エミュー、エミュー、東京にエミューあるみたいな、ね、いろんなリアクションもあるかもしれないんですが、はい、メッセージとかある？そうですね、まあ、あのエミューだけじゃなくても、奥多摩っていうところはすごくいい場所ですのであのぜひ遊びに来ていただければと思います。まあ、こういう奥多摩湖もそうなんですけどいろんな風光明媚な場所もありますしあの美味しいご飯お蕎麦ですとかわさびなんかも有名ですのでぜひ遊びに来ていただければと思います。Hi guys, Tony here again, and thank you so much for watching. Just a quick note, so it takes quite a while to put these videos together, and in the time since we recorded this, Mr. Kato has relocated his Emu Ranch to Saitama Prefecture, so if you're curious about that, check the description down below. And of course, don't forget to hit the subscribe button and ring the notification bell so that you don't miss any of our future videos. See you in the next one.